皆様こんにちは。丸取りテレビへようこそ。丸亀市ゆかりの画家猪熊源一郎の作品を中心に展示する猪熊源一郎現代美術館が約1年半ぶりにリオープンしました。展覧会はもちろん、カフェスペースも充実した憩いの施設をご紹介します。この日、ジュージューがやってきたのは猪熊源一郎現代美術館です。学芸員の古野さんにリオープンした美術館の見どころを教えてもらいましょう。この美術館が1991年にできた当初から猪熊源一郎が考えていたコンセプトがあります。それは、美術館は心の病院という言葉です。どういう意味かと言いますと、みんなが毎日お仕事したり学校に行ったり、そういうので疲れて、で日曜日になるとホッとしたい、そういう場所に美術館というのはなりうるんじゃないかということなんですね。この美術館では2階と3階に展示室があるんですけれども、主に2階で常設展示、この美術館が所蔵している猪熊源一郎の作品をご紹介しています。猪熊源一郎という画家の特徴はですね、画風、描き方、描いているものがどんどん変わったというのが一つあるので、絵がどんな風に変わっていったのかっていうのを見るのが一つ見どころになってきます。猪熊源一郎は美術館にカフェがあることをとても大切に考えていたので、絵を見ていい空間でこうくつろいでホッとしたり、いろんな刺激をもらった後は見晴らしのいいカフェでお茶を飲んでゆっくりしてほしいということを言っていますので、美術館に来られたらセットで行っていただきたいなと思います。また、館内のミュージアムショップでは猪熊作品をモチーフにした様々なグッズを販売しています。ご自宅など身近なところでアートに親しんでみてくださいね。